はい、どうも、まのちです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。はい、今回も、練習試合ですね。前回は強豪で格上だったんですけど、今回は中堅クラスということで、大体同等ぐらいの相手なんじゃないかなと。はい、まあ、勝ちましょう。もう結果大事です、この試合は。よし。あ、そういえば、春の甲子園選抜、新入生は関係ないみたいですね。まあ連れて行きたかったなーってのはあるんだけど、まあしゃあないですね。はい、まあ、あ、勇気も熱いな。勇気使いてーけどもだな。キノコも使いたいよね。キノコで行きますか。キノコで行こっか。はい、よし、オーダー。ピッチャー、ピーチかな、予定通り。なんか絶好調の時だとスロースターターは外れるみたいなんだよね。まあそこはプロスピどうだっけ、スロースターターって。まあプロスピの下りなし。はい、とりあえず絶好調だと外れるみたいですね。ピーチでいきます。失点してもいいです。とりあえず、スロースターターがいかに、そのハンデとなるっていうのを体感しとくべきなんで、はい、ピーチでいきます。ちなみにさ、聞いていいですか、マリオのこれが絶好調なんだよね。ユーキのは好調なんだよね。でいいんだよね。そこが分かんねえんだよな、パワープロやんないから。まあこれでいきます。 あとまあ今回打順陣内ですけど、注目選手とか、よく打つ選手の前とかに置いた方がいいんじゃないか、いいですよっていうコメントをいただきました。あざーす。まあそもそも俺がね、あんまり打順いじりたくない人だったんで、あんまそういうことを考えてもいなかったんだけど、言われてみればあそうだよなってことで、今度から、気にしていきます。はい、よし、いきますか。頑張りましょう。うん、行こう、勝つよ。スロースターターか。中堅クラスでどこまでなのかな。結構点取られちゃうかな。なんかかっこよさげだな、向こうのユニフォーム。お願いします。あー、なんか、うわ、3点取られたぞ今。そんな取られるのか。いや、よかった。まあ、知れてよかった。そこはやっぱ投手不足だね。まあ嘆いたところでどうしようもないんだけどさ。中鉢、すごいね、すごいナックル使いだね。いい野手能力ですな。お、ほう、あ、やっぱり野手能力低いね、天性プロ。まあすごい、野手としてすげえ一級品じゃん。野手データ岡村隆史。なるほど、圧球打ちとかあるんだ、すげえかっこいい。まあパパッと見ていきましょう。はあ、対エース丸、そんなのもあるんだね、パワープロは。こうやって初めて気づくのがさ、細かいよね、結構細かくできてるよね。まあ大雑把なイメージを持ってたわけでもないんだけどさ、すごい細かいなっていうのを思うわ。あとね、俺結構ね、このパワープロのグラフィックって嫌いだったんだけど、
やってみるといい、いける全然いける、うん、一つも気にならなかった。よし、やっていきましょう。そうね、とりあえずね、この後も回ってくるわけだしね、キノコは取っときますか。ラッキーボーイは、じゃあ追い込まれるまでは引っ張りで。いやー、勝ちたいですね。まあちょっと3点は、初回3点は痛いけど、なんとかものにしたい。あとそうだな、丹波も出したいし、まあ1人3イニングでピーチ、クッパー、丹波で回すとか、そういうことは全然考えてないけど、できれば3人は出したい。ナイバッチ、いいよ、すげえな、俺が動かすとホームラン打てるんだな、キノコは。ナイバッチ、あ、その後0点に抑えた、いいね。ピーチやっぱ初回きついのか。よし、ここらでラッキーボーイ使っておきますか。使いましょう、ラッキーボーイ。広角がついたよ。ってことは、あ、それ結構ね、あの強振流し打ちもね、有効っちゃ有効らしいのさ。俺の勝手なイメージだけど、流し打ちはミートなのかなって思ってたんだけどさ、そういうわけでもないみたいだね。よし、いいぞ。いいよ、いいんでしょ。んどまい、お、追いついた。いやー、よかったよかったよかった。いやー、ピーチ見てえけどなー、そろそろ丹波だし、5回は投げ切ってもらおうか。次のイニングぐらいから守備動かすことあったらピッチャー変えます。いやつ、そうですね、まあ、そもそもな、外野が狭い場所でやってるからな、長打力もあるし、定位置で行こっかな。とりあえずレベル高い外角で頑張れ。よし、よしじゃない、ナイピッチ。いや、せめて同点の状態で継投していきたいんだよな。定位置、外角、丹波3イニング、クッパ1イニングとかかな。うん、だな、ナピッチ。そうだね、どうしようかな、外角一辺とは嫌なんだよね、嫌なんだよね。内角か、ナイスボー、いいよ。今のところはね、結構いい感じには進んでるかな。おっしゃ、やっていきましょう。ミート、積極流し、とりあえず塁出ましょう。で、勇気ボブと回してって、なんとか点取って、うん、丹波だな、丹波にしよう。頑張れ、よし、ごめん、
はい、うわドンマイ守備ツーアウト二塁、うん、ピーチお疲れ、変えます。さあどっちにしようかな、確かねクッパがね対左 B なんだよね、それ持ってんだよね、それも見たいし、タンバはそういうのないもんね特にね。とりあえずクッパ行きますか先に。本当に対左にどこ、まあ、強いのかというか、まあ、マイナス能力いろいろ持っていくからね、その中で何度かしてもらいましょう。とりあえず2アウト定位置、投球はお任せでいいです、低め、ごめんミートいい、ミートいい、パワーいいね、 OK、 ナイスボー、抑えろよ、うん、いいんじゃないですか。うん、次のイニングも投げてもらって8、9タンバーかな。おっしゃ、じゅんさん行こう、ファイト、ミート、打法はお任せでいきましょう。なんとかバットに当てて勝ちたいよ。今んところ練習試合って点では俺の中ではいい内容では来てんだよね。あとはいい結果を、お、うん、いい結果を出したい。お、うん、まあいいや、死ぬだ、あばっち、セモノ、ランナーはクリス、行きましょう。よし、いいよ、ナイスナイス、素晴らしい。ツーアウト一三塁、うん、使う、使いますか、使いましょう。いやー、ルイージ出してえけどな、もう一イニング投げさせたいんだよな。うん、やめよう。点取っていきましょう。なんか今うちは、あ、特に何もないのね。じゃあレベル5流しいきましょう。積極的に振っていきましょう。頑張れ。ここで点取れたら結構でかい。1点だったらね、ホームラン一発追いつかれちゃうからね。お、ラッキー、ナイバッチ、お、変わりましたか。今
あれ音拾ってるかな、ちゃんと。ちょっと音小さかったかもしれないけど、ピッチャービビってるビビってるって、なんかヤジというか歓声というか入ったね。あ、ダメだ、なんかいける気がしなかった。当てていきましょう、当てよう、当たれば何か起こるよ。まだ、おし、切れないべ、切れない。うわ、惜しいわ、惜しいね。よし、どんまいどんまい、よし、守っていこう。とりあえずクッパ乗り切ってほしい。2点差で丹波につなげてあげたい。あ、乗り切った、あ、乗り切ったんだね。急成長を使います。行こうぜ、でっかいの打とうぜ。久しぶりに快音を。イケボール、いや、もう追い込まれても強振積極だよ。解かないぞ。いい球投げるね、室田くん。よーし、お、すげえ飛んだんじゃない。何メートルで出る？お、134、すごい。ナイバッチ。あ、いいところ。ノーアウト、一塁か、一塁ってのが鬱陶しいけど。4点差、うん、こっから行こう。よし、頑張ってこい。ここで勝ち切れれば100点だろう。俺の中で100点あげれるよ。あ、そういえばね、クッパの名前なんて言うんですかってコメントがあったんだけど、亀大統領って名前です。うんです、はい。ラッキーボーイ使っとくか。低めいってみようか。あー、内角大丈夫。100点満点の投球はしなくていいからな。3点までやっていいから、あと6つの後取りましょう。1つずつ、うまい、かっこいい。そんなのでやるんだ、かっこいい。いいよ、バック助けてくれてるよ、頼りになる先輩でしょう。よし、ゲッツー。あ、伝令使うわ。なんかいいのないかな。投手の調子アップ、守備に気合い、そうだね、調子アップ行こうか。よし、乗り切っちゃおう、乗り切っちゃいましょう。ゲッツー、打たせて取れ。内角、いや、いいんじゃないかな。外角、内角、うまくいけばゲッツー。くそ、守備力あったらなーって感じだろうな、今のは。そればっかりはしょうがない。ゲッツーシフト、いいよ。いい球見せた、バシッと決めろ。惜しいね。いいね、しょうがないね。
臭いところ論外、ファーボールはやだ。内角、捉えたか。どまい、なんとか乗り切るぞ。行こう。くっそ、失敗した。やばい、どうしよう。まだ2点差ある、大丈夫だ大丈夫だ。大丈夫大丈夫、ある程度こうなることも予測してた。驚いてはいないぞ、焦ってはいるけど。なんとか外してほしいんだよな、1球な。あ、なんか普通に外したくはないしな。使ってみよっか。うん、ウエストになるんだべ。いいよ、うまい。頼むぞ。定位置。ストライクが入んない。いや、いい、大丈夫。ふう。やっちったな。待っていこう、切り替えよう。いやー悔やまれるな。なんとか守備を任せなってるよ。頑張れよ。よし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 。ミート B 怖えな。
いや待って、電源も使っちゃうべ、あと1個。よし、何度か乗り切れ。ねピッチ頑張れよ、一応未来のエースだからな。よし、ナイピッチ今のいい。いいぞ、なんだ急に良くなったぞ。アウトローにストレート、速い球、多分伝わらないと思ってたけど、あ疲れちゃったか、前のイニング打たれたもんね。いや低め中心だ、うん、さあ逆転しよう、勝とう、とりあえず勝って終わろう、とりあえず勝って終わること。負けて反省より勝って反省でしょ。流し、よっしゃ、これかキャッチャーは肩いいか、いやまあちょっと走れないかな。よし、引っ張るレベル4、なんか熱い、いけよ、つなげ、なんとかつなげ、後ろに、よし、あーやっべやーべ、レベル5の流しか、有効って聞いたしな、使うか、逆方向にホームラン出るかな。負けたくねえな。助かるわ。ほんと助かるわ。よかったよかった。負けはなくなった。ああよかった。本当によかった。いやまだ終わってないよ。こっからね。逆転していきましょう。ルイに出て、違うわ、惜しい。まあ俺の直感も大したもんだな、引っ張りだと思ったんだ。ルイージ取っときゃよかったな。ジュンさん頑張ろう、
ここでね、なんとか、なんとかしましょう。とりあえず引っ張るか。いや、鼻からレベル高い流し打ちで決めよう、これにしよう。バットに当てろ、なんとかする。よし、頑張れよ。丹波だな。まああとやっぱりね、俺の中にね、やっぱどうしてもちらつくのが、伊佐式を少しでも投げれるピッチャーにしといた方がいいんじゃないかなっていうのがあんのさ。まあコメントでも言われてんだけどね、したくないんだよな。まあ俺がそのやりたいことっていうのが、まあその一本の線であるとしたら、その線を太くしていくのはいいんだけど、違う道に枝を作っていくようなことはしたくないんだよね。ジュンさんをピッチャーにするっていうのは俺の中ではその枝なのさ。いや、そうも言ってらんねえんだよな。おう、いやー、しょうがないね、なんとかしないとな。春の甲子園までに先発ピッチャーが決まらない。丹波じゃ試合作れないし、ピーチはスロースターター持ちだし、まあ、クッパーは、まあ、マイナス能力がね、ちょっと乱調と一発持ちだからさ、一気に壊される可能性あるし、いやーいいね、この悩んでる感じ。一番楽しい時だろうね。選手強くなってね、はい、この選手出してやっていきましょうみたいになったらもう面白くないと思うから、今この悩んでる時が一番いいな。うん、まあ楽しんでいきます。いや、いいね、なんか悩んでる自分がすごい好き。うん、勝ちたかったな、どうせなら勝ちたかったけどね、しょうがないね、もうこればっかしゃあないけど、結果出ちゃったから。ただやっぱボブ頼りになるわ。うん、であと久々にいっぱい点取れたし、そういう点でもよかったかな。難しいですな。うん、先発ピッチャーが決まらない。はい、ということで、今回はここで終わろうかと思います。次の動画はね、特に試合も決まってないんで、まただらーっと撮っていきます。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。